時時刻は午後4時を回りました、FM、サルースススバモレイエスこの番組は青葉区を拠点とするサッカーチーム東急 S レース FC の活動のご紹介などをお届けしていく15分間のプログラムお相手は小堺翔太ですさあ今日は私小堺からレイエスのインフォメーションをお送りする15分です最後までお付き合いくださいまずはトップチームの情報からお届けしましょう神奈川県社会人リーグ2部 B ブロック 対戦相手は JFC フトゥーロ5対0で勝利となりました中段明けのリーグ戦序盤はお互い相手に自由をさせない膠着した展開どちらに流れもない中で平賀選手が獲得したフリーキックを石山選手が直接決めて先制その後追加点を奪えのまま後半へ ハーフタイムで追加点を取るという意思の統一を図り、少しずつレイエスの行いたい試合展開になります。そんな中、大谷選手の絶妙な動き出しから、ゴール左への豪快な一発を突き刺すと、その後のゴールラッシュ、終わってみると5対0で解消でした。上位勢との対決を見事に勝利して、開幕からの連勝、これで9人。 伸ばしましたすごいですね快進撃続いてます次戦も厳しい試合が予想されるんですが全員で勝利をつかみますこの日もたくさんのサポーターの方に応援にお越しいただきましたありがとうございましたというメッセージも預かっておりますさあ続いてはサッカーアンダー18 2024J ユースカップ第30回 J リーグユース選手権大会対戦相手は FC 岐阜。 こちらは6対0で勝利となりました。当日は9月中旬とは思えないほどの暑さ、もうもはや夏という暑さの中での16時キックオフだったんですが、前半は風上に立ったレイエス、立ち上がりからアグレッシブに戦い、相手陣に押し込んでいきます。13分にこの日キャプテンマークを託された三浦選手が豪快なシュートを突き放し、先制。 その後も追加点を上げて4対0で前半を折り返しました後半も積極的な姿勢でゲームを進めてリードを広げていきましたチームとしては最後まで集中力を切らさずに無失点でゲームを締め今大会の初勝利を上げることができました続いてはサッカーアンダー十五関東ユースサッカーリーグ二部 A バディーえ 対戦相手がバディジュニアユース2対0で勝利となりましたそして湘南ベルマーレイースト戦は1対0で勝利としています強風、えー、の中で思うようにいかない時間帯もあったそうなんですが全員で乗り越えて勝ち切ることができましたこれで中断後2連勝となりますこれまでの積み重ねを全員で体現し勝利も積み上げることができました続いてはサッカーアンダー1 4 高円宮杯 JFA アンダー15神奈川県サッカーリーグ4部セカンドステージの第2節神田新明中学校戦3対1で勝利いたしましたこの試合試合の序盤からセットプレーから失点をしてしまってまあ最初1対0だったんですが後半になって後勢に出て3ゴールを決めます逆転勝ちでセカンドステージ2連勝としています そしてメトロポリタンリーグ B1 こちらは湘南ベルマーレイースト戦1対1で引き分けとしています前半から果敢にゴールに迫るんですが相手の堅い守備に苦しめられ相手に先制点を許してしまいます後半も激しい攻めを仕掛けていくんですがなかなかゴールが決まらない中残り30秒で吉田選手のミドルゴールがミドルシュートが決まって同点で試合を終えました 得られた成果、それから今後の課題を見極めてさらに成長していきますというコメントもいただいてますさあ続いてはサッカーアンダー13関東ユースサッカーリーグ2部 C クラブドラゴンズ柏戦2対0で勝利を挙げましたで攻撃では木村選手がチャンスの場面でしっかりとゴールを決めて守備では全員がハードワークをして勝利をつかみ取っています続いてはフットサルですフットサルのアンダー15 全日本アンダー15フットサル選手権大会神奈川県大会準決勝、マメド FCB5 対1で勝利を挙げています決勝戦は PSTC ロンドンリーナアンダー15こちらは0対3で敗戦となりました全日本アンダー15フットサル選手権大会神奈川県大会準決勝マメド FCB 決,決, FC 決勝で PSTC ロンドンリーナアンダー15と対戦をしました で準決勝の試合では立ち上がりに得点したことでうまく流れに乗ることができ得点を積み重ね勝利することができましたで決勝では前半にセットプレーから3失点があり後半に反撃を試みたんですが最後までゴールを奪うことはできず0対3で敗戦となっています。 悔しい結果となりましたがこの敗戦を必ず生かし成長につなげていきますというコメントもいただきました、えー、準優勝だったんですが残念ながら関東大会の出場もなりませんでしたそしてフットサルアンダー18もお伝えしましょう第17回神奈川県アンダー18フットサルリーグ一部 PSTC ロンドンリーダーアンダー15戦こちらは9対1で勝利を挙げています 先日行われた全日本アンダー15フットサル選手権の決勝でレースのアンダー15に勝った時の相手との対戦ということでさっきもね名前出てきましたが応援に駆けつけていたのもありまして弟分の敗戦を目の前で見ていた悔しさを胸に戦った結果9対1の勝利思いもこもった快勝となりままししたたここまで各カテゴリーの試合結果をお届けいたしました。 ではここで一曲曲をお送りしましょうお送りするのはドラゴンアッシュファンタジスタ ドラゴンアッシュファンタジスタお送りしましたさあ番組最後はクラブからの情報をお伝えします9月23日月曜日、えー、週分の日の祝日、えー、振替りり休日ですね23日の月曜日祝日に昨年大好評いただきました東急 S レ s FC が主催する最大のお祭りレイエスフィエスタ2024が開催されます <laughs> ね今年も開催でございます、えー、3つのエリアに分かれて様々なイベントやたくさんのブースが出展いたしますイベントの当日はスポーツをしている方していない方小さなお子様から大人の方まで幅広く楽しむことができる内容盛りだくさんになっています で今年はユーチューバーの足猿 FC さんにもお越しいただいて、イベントにも、ね、参加していただくということですで。イベントの方は満員になっているところもあるんですが、グッズの販売などはございますので、ぜひ皆さんも足を運んでみてください。えー、たくさんの企業の皆様に、ブースの出展もいただきます。で様々な体験ですとか、飲食もお楽しみいただける。まさにお祭り、という感じですので、ぜひたくさん体験して、たくさん食べて、飲んで、楽しんでいただきたいと思います。そして。 fm サルースでもブースを出展いたしますぜひ皆さんね足を運びくださいそして今年はねスタンプラリーも行われるということですべて回った方には景品もご用意しているということですぜひこちらもお楽しみにイベントには空きのあるものもございます、えー、レースのホームページからご覧いただきエントリーをお待ちしておりますちょうどあの東急 S ースレース fc のホームページ トップページ見ていただくとバーンとレースウェスター2024というバナーがバーンってありますんで、そこをクリックしていただくと見れると思います。で当日なんですけども、まあ祝日ということもありましてですね、たくさんの方にお越しいただくことになると思います。ぜひあの会場にお越しになる方、電車バスなどの公共交通機関をご利用ください。会場はアザミノガーデンズ、アディダスフットサルパークアザミノでございます。 あの僕も去年行きましたけど安佐美野の駅から歩いてもそんなに遠くない距離だと思いますのでもしよかったらちょっと散歩がてら歩いてみるのもいいかもしれませんね。本当にたくさんの企業の皆さんのブースもありますしちょっとせっかくなんでホームページも覗いてみましょうかね。今ちょうど手元にあるんですが足猿 FC さんはあの一緒にあの皆さんと触れ合えるイベントもあるみたいですね。 私そうか去年は MC を担当させていただいたパートもあったと思うんですけど子どもたちも本当に、ね、大盛り上がりであのサッカーそれからフットサロンの体験などをしていたんですけども、ね、今年もたくさんの方お越しいただけると思いますそして YouTube チャンネルの方にはです、ね、PV も公開されてましてそちらも見ていただくと去年の様子なども見られることができますのでぜひそちらもたくさんご覧になってみてください。 改めましてレイエスフィエスタ2024は9月の23日月曜日でございます。会場はアザミノガーデンズアディダスフットサルパークアザミノです。当時ちょっとお天気が、ね、気になるところなんですけども、ぜひいいお天気で素敵なイベントになりますように願っております。たくさんの方のご来場をお待ちしております。 今日のバモスレイエス、ここまでのお相手は小坂井翔太でした。今日は私が一人でレースの情報をお届けいたしました。また次回お会いいたしましょう。それでは。